仙台市ではきょう、新たに178人の感染が確認されました仙台市の月曜日の感染者数は、今月に入り、176人、141人、142人と推移し、きょうは178人でした年代別では、10歳未満が54人、10代が30人、20代が20人、30代が26人、 また、患者1人が亡くなり、県内の死者数は173人となりました。